いつも取りまくり YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。さあ、いよいよ明日になりました6月13日に行われますワールドカップの決勝戦の予想を行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。私は司会進行を務めさせていただきます星野めぐみです。よろしくお願いいたします、ね、この高松の宮記念杯競輪もね、うん、MC の方させていただいております、はい、皆さんよろしくお願いいたします。そして取りまくり競輪ナビは青系、小田系、中部競輪、競輪研究の専門誌、競輪専門誌4社からなる競輪情報サイトです。今回は専門誌から競輪研究のファンク記者と青系の八角記者にお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。お願いします、はい、では簡単に自己紹介の方よろしくお願いいたします。まずはファンク記者から。はい、競輪研究のパンクです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、青系の八角です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さらに今回はパールカップ決勝戦ということで素敵なゲストにお越しいただいております。元ガールズ競輪の白井美佐子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあ、あの白井ちゃんはね、はい、昨年12月に引退されたんですけれども、はい、岸和田競輪の PR 大使として、はいはい、活動されております。はい、そうですね、この4月から、うん、あの岸和田競輪 PR 大使に就任しまして、あの岸和田競輪の、ね、魅力を、うん、あのお客様に知っていただく活動を始めたばかりなんですけど、はい、まあ、ちょっと日が浅くて、まあ、これといって目立ったことはまあできないんですけど、いや頑張ってます、はい、初の G1 開催っていうのはどうですか。はい、そうですね、あのやっぱり私自身その現役時代やっぱ大きなレースを目指して頑張ってまして、で昨年この G1 が新設された時も、うん、やっぱり G1 出たいって思ってたんですけど、ちょっと落車もあって、まあ、引退っていう流れになってしまって、まあ、競輪人生に対して全く後悔ないんですけど、うん、ちょっと心残りなのはやっぱり G1 に一度は走ってみたかったなって思いもあるので、もう今回選手と同じ気持ちで、はい、今大会をあの お送りしてる立場になってるので、うん、はい、そういう思いで頑張ってます、うん、はい、さあね、あの3日間にわたっていよいよ決勝戦ということになりますが、はい、準決勝戦が終わって決勝メンバー出揃いましたね、うんうん、ではその決勝メンバーをご覧いただきましょう。はい、こちらの7選手ということになりました、うん、ね、白井ちゃん、はい、メンバーどうですか。そうですね、やっぱりあのもう初日からちょっともう波乱というか、その大会前に注目されていた優勝候補の選手っていうのがこうちょっと勝ち上がれなくて、うん、まあ、準決勝もちょっと荒れたなっていう印象ですね。そうですね、はい、結構大きな配当がポンポンと出ましたもんね。そうですね、はい、うん、でこの決勝メンバーどんなレースになっていきそうですか。そうですね、やっぱりもうお客様も期待してると思うんですけど、一番車を走る戸目選手ですよね、うん、本当仕上がってますよね、うん、初日あの葵ちゃんをこう刺したところも、まあ、びっくりしたんですけど、2日目に関してはもう突き抜けていったので、うん、正直ちょっとびっくりはしてます、うん、はい、一番車ということでね、決勝戦、はい、うん、トメ選手の動きもちょっと注目、うん、はい、はい、うん、ね、ではあのそれぞれ注目選手も伺っていきたいと思うんですが、まずは白井ちゃんからいきますか。はい、はい、お願いします。私はここ6番車の山原さくら選手、うん、はい、山原選手、はい、期待してます。どうかどうか角度でちょっと引っ張っちゃうんですよね。あのね、ファンの皆さんもご存知だと思うんですけど、うん、もう彼女は2期生として、うん、もうガールズ競輪選手になりまして、ガールズの創成期から本当にガールズ競輪を引っ張ってくれた存在でして、うん、私も今大会もすごい応援してまして、もう2日目の準決勝はもうなんとか3着までっていう思いで応援してたので、うん、もう決勝に言ってくれて本当に嬉しいです。なんかもう涙涙、うん、そうですね私もちょっとグッときたんですけど、うん、でも一番きついレースを彼女はしてたので、やっぱりこの、 あのレースの後半になってきてちょっと風も出てきて、正直
あまり前受けからのスタートは正直みんなしたくない中で、まあ、今日7番車ということで、まあ、位置を探って先頭まで上がっていって、あの児玉選手の仕掛けにもしっかり3番って食らいついて、あの坂口風花選手と内からは柳原真央選手も切った中で最後までしっかり踏み切ってたので、うん、やっぱり気持ちはもうすっごい出てましたね。はい、ね、やっぱり選手目線だからこそ感じるそのです、ね、うん、きついんですよあのレースは本当にもう本当きついんですよ、うん、もう飛びつくで飛びつく、まあ、だったらもう飛びつくしかないんですけど、うん、でも見えてから踏んで もう間に合わないので、もう自分がそこから先行するという気持ちで踏まないとあそこも3番って入れないので、もう桜のレースが、はい、光ってました、うん、はい、となると山原選手、はい、ね、応援したくなるんですけれども、応援してます、はい、狙い目は後ほど伺いましょうか。はい、はい、あ、そのまま、あ、そうですかね、はい、はい、では、うん、書いた方がいいのかな、あ、コード等で、はい、では注目選手は山原選手ということになりましたので、はい、狙い目教えていただきます、はい、私はここ6番の山原選手からの折り返しの1号選手、尾崎選手ですね、からの3着は2番、3番、7番奥井選手、柳原選手、石井貴子選手ですね、うん、はい、狙い目挙げたいと思います。そして、はい、2車単ではもう多分穴目になるかなと思うんですけど、6776ですね。あの石井貴子選手も大舞台での勝負強さっていうのはすごい光ってますし、あの大怪我もたくさんしてきて少し苦しい時期もあったんですけど、まあ、ここに来てちょっと本来の強さが戻ってきてるのかなと思いますので、展開が向けば6776っていうところで2社の狙い目ですけど、はい、はい、挙げたいと思います。はい、では続いて私も挙げさせていただきます、はい、私はですねこちらです。はい、トメ選手です。はい、あの決勝インタビューにあの MC の、ね、赤澤よしみさん言っていただいてるんですけども、あの仕上がってるねって聞いたら仕上がってますって即答で書いてきたんですってすごい自信。そう、その自信っていうのはやっぱりあの決勝戦でも大事だと思いますし、あの、ね、シリーズ1着1着でいいレースしてますので、はい、決勝戦は戸目選手というところで、はい、狙っていきたいと思います。で、狙い目なんですけれども、はい、もうここはね、もう誰勝ってもおかしくないなっていう決勝戦なので、もうあの私は 1,2,3 ボックスでいきたいと思います。いいですね、奥井選手も逃げてどこまでっていうのもあるし、奥井さんもめちゃめちゃ仕上がってるんで、そうなんですよ。で、あとね、もう女王にも輝いたことのある地元地区の柳原選手も、ね、はい、外せないしっていうところで内枠の3選手でボックスで狙っていきます、はい、はい、では続いては、はい、はい、私、はい、お願いします。まず私のピックアップ選手はこちら、奥井文選手ですね。奥井文選手、この決勝メンバー揃った中で、まあ、他の6選手追い込みマークなどでの勝ち上がりなんですが、奥井選手しっかりとこう自分らしいレースで自力を出してこうしっかりと勝ち上がってきたところを見ると、やはり本当に奥井選手も仕上がりは抜群なのかなと印象を受けまして、私は奥井選手、まあ、本当に今まで頑張ってきたようにこう自分のスタイルでこう報われてほしいなと思います、うん、はい、まあ、そういったところも踏まえて私の狙い目、買い目はもう奥井選手に全てを託して3連単の2-0-0で全然勝負したいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。2-0-0ですね、はい、はい、そして最後、はい、パーク記者お願いします、はい、ちょっと星野さんと被ったんですけど、はい、流れ抜群止め直み、うん、唯一今回さえピンピンでの立ち上がりで、はい、すごい流れが一番いい選手じゃないかなと。うん、まるで小玉選手の顔してね。本当にすごい。で、実はあの私今回さえあの注目してたのが戸目選手と吉村選手だったんですよ。車検は取ってないんですけど。しっかりと勝ち上がってきて。そう、注目してた選手2人が勝ち上がってというところで、もう頭は戸目選手で固定して狙おうかなと思っております、
で一応フォーカスは、狙いは止め選手から、送り選手、で準決勝結構不利な展開だったんですけど、空いたコースねしっかり突っ込んできて、はい、2着まで来た柳原選手、で、開催前から注目してた吉村選手、この3名を、2着に固定して、で、3着は2、3、4、この3人とあと尾崎選手、石井選手、12点ですかね、これで狙ってみたいと思います。はい、しらちゃん、やっぱり流れっていうのはありますか、ガールズ。いや、やっぱりそのありますよね。やっぱりあの女王の児玉葵を刺して2日目突き抜けたっていうところが、まあ、やっぱりもうすごく自信になりますし、やっぱりみんなが葵ちゃんを目標に普段の練習からレースから頑張ってますので、そこはやっぱりすごい自信になったと思いますし、やっぱり勢いは止めちゃんありますよ ね、 ね、はいはい。さあ、それぞれ注目選手狙い目を挙げましたので、ぜひ皆様参考にしていただきたいと思います。そして取りまくり内では、高松宮記念杯競輪パールカップのスペシャルコンテンツを開催しており、記者による予想、選手のインタビュー、現地リポートなど内容盛りだくさんとなっております。また毎日抽選の X リポストキャンペーンも開催しておりますので、ぜひチェックしてみてください。さらに土曜日と日曜日は岸和田競輪場内で取りまくりブースを出展いたします。クオカードが当たるガラポン抽選、初心者ガイダンスなど行っておりますので、ぜひ岸和田競輪場にご来場ください。そして最終日はなんと生配信もあるんですよね。はい、13時から決勝戦もお楽しみいただけますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネルの方もご覧いただきたいと思います。さあ、白井さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そして ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。では皆さん、さようなら。